お前か？待って、そっちへ勝手つくないで。1、2、3、4。負けたが負けた。終わった。難しいんだけど。ちょっと同等の勝負をさせていただけませんかね。早いんやって。もっと長考して。一回、ねえ、はあ、もう無理くない。なんかもうね、白いのがいっぱいになってきたんだけど。どこ狙ってんの？待って、ここだ。おい。こいつ嘘だって言ってくれよ。嘘だろ。なんだこいつ、強すぎる。また速くなってる。また連れてかれてる、この思考回路に。ねえ。やだ、もうやだ、やだ。なんで、ね、なんでなの、なんでよ。どっちにしろなんだよな。もうどっちにしろくない。こっちらどうしてもこうなってんだよな。なんで、なんで勝ってた？ダメだ全然。待って、3人しかいけないから。待って、ここ4個じゃない？ねえ、この人4個になってる。ねえ、なんでなの。ねえ、横さんだから。嘘だわ。ダメだわ。もうやだやだ、わかんないよ。3、負けた。負けた。ちょっと待って。相手の3を塞ぐより4を作るのを優先しよう。もう負けたんだけど。さすがにか。さすがに気にしなさすぎてるか。もうなんかダメだ。勝ててないだろ今の。3作った。おい、何やってんねよ、そっちね。やばい、負けた。負けたー。やだー。やだよー。負けたー。わー、塞がせる。なるほど。これ。ラミーも一旦これやらせてもらってもいいですか？これどうやってやるんだろう？どうやってやるんだろう？待って。今の再現するわ。負けた！なんでだよー！ここに置いたとしてもこうなって、これを防げるのか。
あれ？あ、ダメだ。うわあ、難しい。 B にお貸してもらって。あー、防げたか？防げはしたな。ちょ、ダメだな。完全にラミーが。あー、負けた。なんで？ちょっと待って、今の見して。ここ3でしょ？ここ3でしょ？こっちの3が完全に見えてないんだな。こっちの3が見えてないから、ここの3を防ごうとすると、4個になっちゃうんだよな。ってことは、でもこれどっちにしろじゃない？待って、防げんのかな？やっぱ防げないよね。もうこの、ここになったらもう負けだもんな。ここに置いたとしたら、やっぱここないよ、最強の手。あれ？いけてるな。あー！うわー、ダメだー！勝てないよー！これを、せいだとて、ここに3がいる。わかんない。ここに3があるの見えてないし、ここに3が、なになに、ちょっと待って、もう一回見せて、それ。もう一回見せてもらっていい？最強やん、こいつ。もうツン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 でる。すげえ。三三ってすげえ。もう防ぐしかないからな。ここでもここ防ぐしかないもんな。あ、で負けたわ。うわあ、難しい。難しい。オセロならいいのに。ちょっと待って、止めるしかないでしょ？で、これも止めたいが、ここがね、できなくなってる。あ、初手の三三ってそういうことか。なるほどね。ちょっと待って、今の、でも分かりやすいな。これがダメなんだっていう。待って、今なんかどっかいいとこないかな？次に作れそうなとこないな。ここか。相手は作れるとこないか。あ、作れてるな。だがしかし、ラミーが4まで置いたら、おーい！ここは3、ここ防ぐ。ここ塞いだとて、塞いだとて、足りない、全然足りない。ここ絶対なんかしようとしてる気がする。終わりです。ほんまや。ここか。あ、置いとかないといけなくて。こっちも4つ目を作ろうとしている。
あ、もうダメだ、作れた。ちょっと待ってね。まあ、これはいった。これね。ちょっと待って。はい。これ負けるやん。負けるやん。こいつの3は防がないとあかんな。こやつに、ラミーの 4! あー、ラミーの4が、相手の手は、まだいける。あ、これ3に1個作られたからあかんくない？ 4 先に作っとくか。はい！あはは、なんでや！ 4 作る。で、3も作れるから、3も作る。あ、まだ3作れるな。あ、でも、はい、負けちゃう。チェイン！相手の3を防がなければならない。あ、はい、負けた！もうダメだ、どの道負けてる。こいつにうまいこともうダメだった。いやー、負けてる、どの道負けてる。ほら、もう終わりだよ。いや、でもこれは確かに相手の3より自分の4、自分の3より相手の3。あー、あ、なんかこれ絶対やろうとしてるでしょ、あんた。このから、ここか。あー、危ない。っていうかアウトやん。こいつ上からやった時に、ちょっとごめんね。学びを得たいわけ。あ、もう、ここで、また5になっちゃってるわ。ちょっと待って。ここで、5になっちゃうから。あ、もうここで、2手が、そっか、もう3、3になってるから負けなんだな。ここが、どう防ごうが、絶対に。はえー、ダメだ、気づく気づかないじゃなくて、防がれる。ここでも3作れるし、ここでも3作れるし、ここで4だな。4取れる。で、待って、なんかどっかできてきそうな気がするんだよな。1、2、2でしょ？1、2、2、3。え？終わり？あ、やばい！疲れた！くぅ！ごめん、これ、廊下にするから。ここにそうか、作られちゃったのか。だがしかし、これを防ごうとしたら、ちょっと待って、上にもできてんのか。ここにもできてるから、もう防ぎようがないのか。フリーの3が2個作られちゃってんだ。もうどうしようもない。3、3ですね。うー、難しい。三三でーす。うわ、これはもう、あかんわ。これは失敗ですね。どこと三三ができるから。これで？これで4になる。あ？ここで4になる？あれ待って、こっちに3があるわ。こっちに3があるから、3警戒しないといけない。から、一旦ここに打つ。で、あと3がありそうなの。は、どこだ？ここにもフリーの3があるな。こっちに打つ。たら4になって5になる。え、負けました。え、負けた。ちょっと待って、ほな置いてみますか。え、どこかだ。ちょっと待って、気づいてないのがやばいから、気づくわ。ここ打って、え、ちょっと待って、え、ダブル3。でもここじゃん、1個目。
ここが4なんだ。ここが4。で、あと、もう一個な、どうだ？え？もう一個どこ？ここかな？違うな。どこだ？三三、四三できてる？え、この四三のことかな？この四三？一点戻したら分かる。あー、この V 字か！ V 字のこれか！最強のやつ。どう打っても、ここで負けるやつかな。一回負けたやつな。くぅー！あ、あなた、もう勝ちです、それ。斜めに弱いね。まあそうだよね。でもここにフリーの3できちゃってるし、こっちにも3できちゃってんだよな。これ改善の余地ある？これ負けたくない？大丈夫か？間に合うか？あ、もう負け。もう負け、もう負け。はい、これね。防ぎつつ。いや、もうやめて、囲ってこないで、やめてよ。ここ斜め3個出てる。こっちに置くべき？3防ぎ。もうダメだ、完全に振り回されてる。振り回されてら、こっち、あ、もうダブル3やん、これ。フリーの3になってるわ。あかんくない？もう、これ。これ負けですね。おえ、これ負けです。